ミミさん、ちょっといいですか？温泉？興味はあるけど、最近ちょっと忙しいのよね。せっかく誘ってくれて悪いんだけど、お断りしようかしら。そうですか、残念。ミミさんが来なかったら、トトリ先生も残念があると思います。え？トトリも行くの？あ、はい。先に聞いてきたんですけど、一緒に行ってくれるって言ってました。そう。わかった。それじゃあ私も行くわ。引率するのがあなたじゃ危なっかしいし、姫様の護衛役も兼ねて。その代わり、トトリ絶対に連れてくるのよ。約束だからね。破ったらひどいんだから。大丈夫ですよ。分かってますから。それじゃあ、日程のこととか、また後で決まったらお話ししますから。